新春ジャイアントシリーズ、テレビマッチとしてはこれが2戦目ということになります。高知県民体育館、川田俊明、チラリチラリと三沢光晴を見つめます。今和田恭平レフェリーによりましてボディチェックが行われております。さあ60分の一本勝負のメインイベントです。お客さんの興奮も頂点に近づきつつあります。さあ先陣を切るは淵、そして小橋健太です。プロレスが好きでプロレスを愛し、そしてプロレスと暮らす男小橋健太、そして組み合う前から早くも小橋コールです。93年12月3日の世界最強タッグ決定リーグ戦優勝、勝利者インタビュー、小橋健太の目には涙がありました。そして迎えた94年組み合いました。それにしても馬場さん、小橋健太にとって93年というのは大飛躍の年だったと見ていいんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、いつも言うんですけども、はい、札幌でテレビゴーデンに勝って、はい、あれからですね、小橋が勝つ味といいますか、そういったものを覚えたといいますかね、まあ、今までいい試合をしましたけども、はい、全部そのやられてしまう、という、ことだったんですけども、はい、あれ以後その非常に、勝ちが進んでんですよね。はい、そうですね。俗に言われます四天王、三沢、川田、そして、田上、小橋、しかし小橋だけが世界のベルトがありませんでした。しかし年末世界最強タッグ決定リーグ戦で見事制しまして世界タッグチャンピオンに輝いております。まあ、そういった意味では他の3選手との一戦を垣根を取り除くことができた。そしてもちろん狙うは三冠王ということになります。94年小橋健太ドロップキック淵正信です。気合いものともぶつかりました小橋健太です。このシリーズ世界タッグのチャンピオンとしての自覚を持って戦いたい、これからも僕は人生熱血宣言ですと新春開幕戦語っておりました小橋健太です。一歩でも前へ、少しでも前へ進む小橋健太、早くも険しい表情になってまいりました。対するこちら淵選手、まあ、オンエア的にはすでにその時は四十を迎えております淵選手、やられてしまいました。さあそしてその淵から川田と仕上げにつながれております。元は盟友長須大軍、そして自ら長須大軍を離脱、長須大軍にて、いや正規軍として田上のタッグを組みました。川田と仕上げであります。さあお互い一歩も引きません。あります、小橋が張る、それを耐えて今度はあーっと、しかし耳沿いジョッカー、小橋健太 DDT、 早くも大技炸裂、小橋健太の DDT、 淵が入ります、淵がカットに入ります、川田が走る、肩口にキックだ、もう一発首根っこのあたりチョップだ、あーっとジャーマンかバックドロップか、ほっぽり投げました。これはデインジャラスバックドロップであります。さあ小橋健太6戦を制して、そして改めて淵正信につなごうという正規軍であります。こちらが場外の小橋健太、まだ正式なタッチは行われておりません。現世界タッグ王者チームに牙を向いております。まさに鬼のような攻めを見せております正規軍。まあ、本日放送席の馬場さんは興行的には2日後の博多大会で長須大軍と、そしてシリーズ最終戦では後楽園大会正規軍といずれもメインイベントで相まみえるということになりますが、まあ馬場さんもこうした若手の急成長台頭を見るだろうってうかうかとはしていられないんじゃないでしょうかね。まあそうですね、さあ今場内は小橋コール、まあ今のバックドロップですね、後ろ投げですね、はい、これはもう小橋受け身が取れる状態じゃないですからね、はい、あんだけ上に投げられたらね、ですからこういう風に投げられるということに今度受け身を
勉強しなきゃいけないですね、研究しなきゃいけない。そうですね、うん、常に研究、自己研鑽あっての全日マット。ドロップキック、フラッシュが一斉にたかれました。そしてジャンピングボディアタック、そのままカバーする三沢、カウントは2です。現在五冠王の三沢光さん、正統背面落とし、十分に体重を乗せての背面落としです。五冠王として2年連続のお正月、めでたい正月を迎えました三沢です。さあそして川田です。川田も去年のお正月はこの三沢と世界タッグチャンピオンとして迎えたわけですが、今はご覧のように好敵手、ライバル、コアのライバルと申し上げていいかもしれません、三沢 VS 川田俊明です。今年も蹴りまくるでしょう川田俊明、そして今年も打ちまくるでしょう三沢光晴。さあ逆水平で押し込んでいく川田俊明、エルボーだ、世界のエルボー、五冠のエルボー、スピンキック足を取った、押し倒した、女性ファンの悲鳴が館内に流れます。高知県民体育館、ボディスラム、今度は川田の先頭。まあ、このシリーズ開幕戦、この川田俊明、変形の顔面締め、フェイスロックを見せました。常に上、常に高みを狙います川田、今年の目標はズバリ三冠ダッシュと、そう言っておりました川田です。今ちらりと画面捉えましたが、小橋健太まだ場外です。顔面を捉えました川田俊明の足。さあそして淵正信です。1月14日に40歳の誕生日を迎えます。まさに四十にして迷わず淵正信、こちらがちょっと心配な小橋健太、先ほどの川田のデンジャラスなバックドロップです。サーフボードスタイル淵正信です。さあ現在攻めております淵、93年去年は14回連続防衛中だったジュニアのベルトを一旦はダニー・クロファットに奪われてしまいました。しかし3ヶ月をすぐにリターンマッチで取り返しております。現在も世界ジュニアヘビー級のチャンピオンです。どうでしょう馬場さん、この新春ジャイアントシリーズ、アスナロファイ争奪リーグ戦が行われておりますが、まあ、これをきっかけにしてジュニア戦線もますます熱くなるんじゃないでしょうかね。まあ、ジュニア戦線と言いますけどもね、まあ、菊池がジュニア戦線やっぱり目指してますしね、ジュニアとなるとちょっと日本人選手にはちょっと力不足のところはまだありますね。なるほど、まあ、小川がね、はい、元気でやってくれれば、第1番の候補だと思うんですが、あ、なるほど、いかんせんチームメイトですからね、そういった意味では菊池選手の、まあ、昨年一時はクロマットに譲るということもありましたが、菊池選手のジュニアのこの長期政権というのは続きそうですね。そうですね、さあこのデビューもうすぐ20年を迎えます淵正信選手、おっとちょっと胸板が赤く腫れております。しっかりと指の跡までついております、淵選手の胸板です。三沢選手に攻め込んでおります。この三沢も胸を押さえております。まあ、93年は三沢本人曰く非常にマスクを脱いでから一番辛い1年だったと、まあ、その言葉の裏には全日マットのエースとしての自覚責任感が感じられました。まだ小橋が場外です。いやー馬場さん、頭を打ってますからね、これは新春マット心配です。新春ジャイアントシリーズテレビマッチ第2戦、高知県民体育館、デンジャラスバックドロップを受けた小橋健太がまだエプロンサイドに生還できません。さあ淵正信、この淵、試合会場、会場前、若手アスナロ選手への指導にも余念がありません。さあそして川田俊明です。ああ、今深く咳き込んでおります三沢光晴です。
ドロップカバーします。カウントはついた。私も前日まったこの正規軍そして長子大軍の熱く激しい戦いがどの会場でも展開されると思われますが、どうもこの一戦、今宵の一戦はここまで正規軍ペースと申し上げていいかもしれません。エルボードロップです。今ようやく小橋健太がご覧のように青コーナーエプロンサイドに潜ってまいりましたが、まだ立ち上がることはできません。フットスタンプ川田俊明。試合時間10分を経過いたしました。これはもう一方的に正規軍ペースと申し上げていいでしょう。デインジャラス系異名そのままのデインジャラスバックドロップを小橋に放ちました。序盤戦さあ自分のコーナーに三沢を据えました。これは赤鬼殺法が始まりそうだ。吉正信胸です。さあ小橋もこの状況ではカットに入れないところか。またもや場外、またもや場外、マットの上したい放題正規軍赤鬼淵正信です。伊沢もさっきの川田の、で暴らに乗れましたから ね、 そ, うですね、それが痛いんですよね。まあもともと痛めてはいるんです前からね、94年伝統五冠王としてこの後、まあ、エキサイトシリーズチャンピオンカーニバルと激戦が続くわけなんですが、ますます馬場さんこれまで以上に他の選手からのこのプレッシャーは強くなってくるでしょうね。そうですね、たとえその試合がノンタイトルマッチである三沢光晴を苦しめる、あるいはこのピンホールを奪うようなことがあれば、これは高く評価されるということになります。そしてもちろん現在この優勢に試合を進めております川田俊明の目標はズバリ三冠ダッシュ。この三沢光晴が持つ三冠を取ることに意義があると言っております川田俊明。あ、胸を気にしております三沢光晴。コブラツイストです。さあ三沢の右腕が震えている、力を込めております。あ、天を仰いでおります三沢。あ、またもや返す刀で小橋健太を場外に転落させました。これは情けなき、まさに非常なる攻撃。ロープに振りました川田、自らの足でラリアット、ラリアット、汗がミスとなってリング上を舞いました。新春ジャイアントシリーズ、おとそ気分を一瞬にして吹き飛ばすような激しい戦いです。現在劣勢の三沢光晴にコールが寄せられております。さあストレッチクラブに入りました。しかしまだ完全な体勢では入っておりません。まだ三沢がにじり寄ってサードロープに間もなく足を伸ばす、今ロープです、今ロープです。さあその間に小橋健太が戻っておりますが、さあまたもや今度は小橋健太にこれ見よガシガシに、さあストレッチプラム入ります。さあ小橋がカットに入ります。ようやく戻ってまいりました小橋健太。プロレスをやりたくてもできなかった入門前のことを思えば今は本当に幸せである。どんなに苦しい時も困難な時でもあの頃の自分を思い出せば力が湧いてくると常日頃語ります小橋健太。激しいダメージを負いながらも小橋健太が奮闘、そして三沢が返す。しかし正規軍が両方ともまだ元気いっぱい。さあ足を狙った、川田の足を狙った、そして小橋健太改めてリングイン。今心の中で握り拳を作ったことでしょう小橋健太。蹴る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 、足を取る。頭を狙います。世界のベルト、タイトルホルダーとして臨むこの新春ジャイアントシリーズ小橋健太、逆片指固めであります。さあ口が入ります。初心忘るべからず、まさに全身まさしくハングリー精神小橋健太。でも馬場さん、本当にこの小橋の頑張りというのは
敬意すら表したくなるようなものがありますよね。そうですね。あれほど激しいデンジャラスのバックドロップを受けてからのさあ危ない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 、バックドロップまたもや頭から落ちました。脳天逆さ落とし気味のバックドロップ、デンジャラスバックドロップ、今日2発目。さあ早くも小橋は意識が朦朧としているんでしょうか。バックに回った、今度はフィストバックドロップ。15分も経過して、さあ円熟の赤鬼、このフチマサノブのバックドロップ連続攻撃が始まるのか。全世界タッグ王者チーム三沢小橋組としては今年初登場ということになりました。バックに回った2発目、川田のデンジャラスを合わせると今日都合4発目。天を仰ぎます小橋健太。アウト、試合前三沢はこの小橋健太に対して、小橋にとってはこの90年はあらゆる面において大変な1年になると、そう言っておりました。まあ、ファンの目ももちろん厳しくなるでしょう。追われる立場にもなりました小橋健太。さあ普通のバックドロップ集中砲火を浴びております。気合いものとも四十に向けての旅立ち、福島園部、そして小橋健太。さあ世界のタイトルホルダーとして小橋健太の目が鋭くなってきた。阪神がフラフラです。川田が走る、ありがとう、ありがとう、かまわした福島園部、おーっと、恥ずかしい、恥ずかしい。このシリーズ小橋健太はとにかく世界タッグのチャンピオンとしての自覚、自覚という言葉を多用しておりました。まあ根が真面目な小橋健太にとってこの1年はさぞかしこのプレッシャーとの戦いとなることでありましょう。小橋、さあ三沢が手を伸ばす、しかし小橋が届かない。さあ攻め込むか、三沢に手を伸ばすか、さあ連続逆水平チョップか、打つ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 、逆水平だ、口の胸がもう真っ赤っか、うんと、ああまだタッチは行われません。あーバックドロップだー、口からは3発目、小橋にとっては今日5発目。さあどうする小橋、三沢が手を伸ばす、エルボーだ、エルボーの講師が追い込んで、ちょっと胸を気にいたしました三沢光晴。さあ世界タッグチャンピオンチームの反撃が今始まる。タイガードライバーか、ハイファエルボー、ジャーマンスープレックスホールド、あっと、あ、馬場さん胸のダメージが随分大きそうですね。これはそうですね、小橋は後頭部、そして三沢光晴は胸を、この新春ジャイアンツシリーズ連続2戦目から早くも痛めたようか。さあフェイスロック、瞬時にしてエタリアオートリングインは川田としわきでありました。回転エルボーだ、回転エルボー、早くも柑橘系の汗で体が光っております小橋でありますが、一つを離しても、さあちょっと関心をふらついている。さあギロチンドロップだ、そして握るかな、握るかな、握るかな、いやまだまだ握らない、そしてセカンドドロップから、ギロチンドロップ、そのままカバーする、あーカウントはツー、カウントはツー、前へ前へ前へ、人生熱血宣言小橋健太。さあそして握った、握った、黒潮、いや赤き血潮が宙を舞った、カバーした、ムーンサルトプレス、カウントツー、カウントツー、大技炸裂、おっと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 、そして三沢がジャーマンスープレックスホールド、ポッポリ投げ、あと
右の頭のあたりを打ちました、川田俊明。さあそして小橋が、これはかなり距離がありますよ、ミサイルキックかショルダータックルか、ダイビングギロチンドロップ、円錐ダイビングギロチンドロップ、最後は口政のメイド小橋健太ダイビングギロチン後頭部へのドロップで3カウントを奪いました。現世界タッグ王者チーム正規軍川田俊明口政の組を破っております。いやー、それにしても苦戦でした。馬場さん、いかがでしたか。そうですね、最初に川田と口でのやっぱ作戦勝ちだったんですがね、はい、どうでしょう、最後はやはり世界タッグチャンピオンの位置というところなんでしょうか。そうですね、勝負タイムが19分と46秒でありました。それにしても2発食らいました小橋健太デンジャラスバックドロップ、そして三沢光晴の胸へのダメージも気になるところであります。何はともあれ今シリーズ三沢小橋組としては今年初登場になりました、白星で飾っております。